どうも高井です。今すぐ銃を取れ、スピードは命、革命の時間だ。クーデターに必要な要素を3つに絞り込んだので話します。1つ目、クーデターには銃が必要。相手をバババババって撃つ、そして攻撃をするということが目的ではなく、相手を説得するために銃が必要になってきます。2つ目、人材の確保。1つ目の優先順位として技術者、2つ目の優先順位として統率者が必要になる。統率者、つまりリーダーという存在は組織をまとめるために必要になってきますが、それ以前に拠点を制圧したりするために技術者という存在が必要になってくる。サーバーにハッキングして相手の情報を収集していく、もしくは通信手段の確保、選択肢を増やしていく。これがないとアナログな方法でトランシーバー、こちら A こちら B みたいな、そんな方法で通信手段を得る必要がある。今は SNS とかありますけどね、バレちゃうからトランシーバーという限定的な方法がいいわけです。3つ目、拠点の制圧。テレビ局およびラジオ局、もしくは政治政府かもしれないし警察かもしれませんが、その拠点の重要人物がどこにいるかという情報を把握した上で動く。で、重要なリーダーおよびその周辺の人物というのはうまく銃によって説得をして、私たちはあなたたちに妨害する気は一切ありませんっていう状況にしておく。これによってクーデターに必要な条件というのは揃います。詳しくはこの本に載っているので、もっともっと詳しい情報を知りたい方はこの本を読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。